特化系のでです、えー、既得権益をぶち壊せとということでね私は実はね2005年あたりから既得権益ってものをすごく意識してそれを何とかね突き動かせないかなと思ってるんですよ。まあ歴史上ですね既得権益を壊した例っていうのは山ほどあってまあ例えばね王様を市民がギロチンにかけたみたいなことね歴史の教科書に結構出てるんですよ。それから日本だったらね一向一揆みたいなもう普通の人がですねもう王者に向かって立ち向かっていくみたいなことを繰り返して私たちは今当たり前と思えるような、ね、権利を手にしてるんですよね。 そして今ですね消費税ってものに関して、えー、かなりね注目が集まってるんですけども消費税が導入されて上がっていくのはもう仕方がないよねっていうふうなね雰囲気もあるしあと消費税をねなくそうなんて思う人が少ないしあとね消費税はもうこのまんま上がっていくんだよっていうふうに諦めてる方もいますでもね私が法人を作るそして法人を量産するこのしからくりを皆様に何度お伝えしたことかわかりませんけども えー、結局ですね法人を作ったら法人税ってのがどんどん安くなってるので有利なんですよってことなんですよ。法人を作らずに個人事業をやってるとかね、法人を作らずに、えー、ビジネスをしてるとか、法人を作らずにサラリーマンをやってる、むちゃくちゃ損だと思うんですよ。で私は自分で法人を作って 年収が、年商がですね、年商が1000万以下の法人を作ってるわけなんですよ。で、1000万超えたら2つにして、2つの法人にして、また1000万以下にすることによって、法人税を払って、それからね、消費税っていうのは免税事業者になりますんで、消費税は全く払わなくてもいい状態なんですよ、年収1000万以下っていうのは、まあ。そういうことをやるために法人っていうのがあるんだなって感じてましたけども、ほとんどの人は、その、まあ、法人がどんなものかとかね、 会社を作るってのはどういうことかとか、そもそも消費税ってなんで必要なのか、それがどこに使われてるかってこといわゆる世の中のルールっていうのを知らずに、いいダ々クダクと従ってるだけかと思うんですよね。で、そういうのを分かりやすく、しかもね、自分が前面に出て、危険を顧みずに伝えてくださってる令和新選組の山本太郎さんとか、それから N 国党のね、立花隆さんとか。で、既得権益ってものの最たるものは、中央にいるのが NHK だよってことなんですよ。で、私も長い間、なんで NHK だけでね、 あのー相撲中継があって人民法でやらないのかとか民法でプロ野球やってるのになんで NHK でやらないのかねこの辺には大きな利権が絡んでると思ったらまさにその通りだってことなんですよえ恐ろしいですよねそれからあの最近もあったんですけども相撲お相撲さんで,ですねあの力士の方でなんかね破門になった方、うん、辞めさせられた方っているんですけどもあれが何でニュースになるのかなと思ったらやっぱりねお相撲さんの中でも。 ちゃんとね、誰が勝って誰が負けるかってことが決まってる台本があるんですよ。その台本に従うのが嫌だっていう風に言ったら排除されるみたいなのがあって。まあ、あの、プロレスってのもよくあるんですけど、プロレスってのも実際にあの殺し合ったりはしないですよね。ある程度技を掛け合って、出来レースみたいに終わっていって、ちゃんと放送時間内に終わるわけなんですよね。相撲も同じで <laughs>、あの、 ある程度筋書きがあるんだろうな。という感じ。私はそういう風に感じてますよね。まあ、逆にそうじゃなかったら、地方巡業に行って決められた時間の間に終わんないといけないんでね。うんだから。 そういういことで、えっと、いろいろ話しました、すみません、あの、立花隆さんの演説につきましては、私もね、しっかり見させていただいて、やっぱりこういうふうに、正直に言う人が出てこないといけないんだろうなと思いました。えー、昔で言ったら、2005年で言ったらね、堀江貴文さん、正直すぎて潰されちゃ,、ま、ちゃいましたよね。で、それからしばらくして、橋本徹さんというのが、本音でぶつかっていってですね、えー、まあ、今、ちょっと、 だいぶメディアっていうか既得権益側になってしまった嫌いはあるんですけどもでも橋本徹さんも、うん、やっぱりご家族ってものがありますんでね厳しいんですけどもどちらかというと我々市民側なのかなと思いますよねそして橘隆さんは何を失っても命を失ってもどういうことをしても正直で言い続けるってところに一点集中していただいて本当にねいつ命をなられてもおかしくないような状態ですまあ昔ねあの参議院議員で民主党の石井聖輝さんって方が ああ実はね暗殺されてるんですよ自宅の前で、えー、それはあのーまあ、いわゆる既得権益とか政治の闇っていうものを暴露しようと思った直前なんですよねそれから中川昭一さんとかも自民党の方だったんですけども次期総理と言われた方だったんですがこの方もいろんな陰謀にかかってですね 殺されてしまったということも、これ2005年か2006年ぐらいだったと思うんですけどね、そういうこともあって、結構ね真面目に考えていくと、権利を握るっていうこと、既得権益に歯向かうことっていうのは本当にそれこそね命懸けなんですよね。まあそういった中で立橘隆さんがね、あの面白おかしくふざけてるように見えますけども、えー、私はね、どれだけ私たちのために命を投げ打ってるのかっていうことが、 よくわかるんですよで私もちょっと及ばずながらあのインターネット業界のイン,インターネットビジネス業界の既得権益をねぶち壊そうかと思ってるわけなんですよ。でそっか塾の、まあ、紹介の仕方とかね、えー、それからビジネスの取り組み方とかネットワークビジネスの進め方っていうのはまあすごく異常なわけなんですよ。うんでそれをもってあっちこちではびこるねインチキ教材に私は挑戦しようと思いますしはっきり言ってインチキ教材と。 言われてるものを売ってる方ってのは私の元々の、えー、ね知り合いというか同志の方ばかりですだからちょっと残念だなと思う反面人がやることなんでそこを批判するんじゃなくて自分の進んだ道をもっともっと強く打ち出していこうかと思うんですよねまあそこに来るとですね、えー、かなりの妨害もありますし、えー、アンチな方も出てきたりとかね相当強烈なアンチが出てくるわけですようんまあでもねあのー、そうは言っても私も一度しかない命それからあのー やっぱ何をしたら一番いいのかなって私はねやっぱり正直に生きることが自分の人生を生をきることだとだ思うんですよ、うん、自分が正直に生きてない段階でそれは誰の人生なのかなと思っちゃいますよね。で私はあの十分じゃないかもしれませんけども自分なりにギリギリまで正直にやった結果今日みたいな人生を手に入れてますんで多分ね正直に生きることっていうのは多くの方から本当に信頼されるんではなかろうかと思いますよね。 うん、それが強いものに対しても弱いものに対してもひるまずに腹をくくっている姿ってのが、うん、なんかすぐに責任を回避しようとするそういう大人がいる中でねなんか問題が起きたら誰が責任を取るんですかとかね、うん、そういう中であの全責任は私が取ると、うん、だからやっていこうぜみたいなねあの下町ロケットの財前部長みたいなそんな憧れがありますね、まあ、あの演説を聞いて思ったのは立花さんすごいなと思いました 許されるなら私も N 国党に入りたいいと思います300万いるらしいですけども300万ごときありますんでねそれから私は自由な時間がありますんで N 国党にもしね私の力が必要だったら入れさせてもらってインターネットビジネス業界をひっくり返そうみたいなことをね やれたらいいいなと思いますたった一家の人生なんでねあっと驚くようなこととか少しでも思いついたことは全部やってみたいなと思いますまあ以上でございますじゃあ安倍理恵さんねまた動画の方を上げてみてくださいやっぱね政治が面白いっていうかね人が一生懸命喋ってるのって面白いですよねうん面白いだからねあのりっちゃんもねあの理恵さんね安部理恵さんもねそ動画いただいたらむちゃくちゃ上手ですね やっぱり多分心の中から思ったことなんで何のためらいも、うん、滞りもなく言葉が出てきたと思うんですよものすごくいい喋りでしたものすごくいい動画でしたあ私はねうんこの動画をもっともっと見たいアビレイさんの動画ね絵のことのじゃなくていいんでこういうふうな正直な言葉がボンボンンボンボン出てくるやついや見たいなと思いました以上でございます